高級台するよ。行くぞ。ミッキー着る？ミッキー、こうほらこれ着よっか。おいしょ、お上手。おいしょ。着る。そう、ミッキーもやってくれてる。よいしょ。よしゴー、レッツゴー、そう、よっしゃ、頑張ろう。キューデケ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 デデケ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 デ、僕は王様だ、敵はいない、その方たちほのとですな、僕はマジキでない、まだまだ王様になれる道まではありませんな。あれをしなさい、これをしなさい、命令なんか伝えたくない、みんちんみんちんけまわり、自由に暮らそう、デケ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 、さあいいですか、お二人とも。しっかりお聞きください。あなたの話の鍵がないわ。もし、このアフリカ、虫なさったら、出て行きます。このアフリカ、やめさせてください。もんこんなんこんわんてんにあまる。シュンバ、僕はマチキン。でなーい、デケ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 デ、どう？めっちゃいいな。キラキラ光るお空の星よ、まばたきしてはい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。なんか眉毛にこみついて。キキもお疲れ様でした。疲れた？うん、楽しかった？キキ超偉かったよね。重いカゴ持ってくれたもんね。覚えてる？めっちゃ助かったよ。ゴーがめっちゃ泣いてたんだけどね、すごいいい子いい子してね、大丈夫だよ大丈夫だよってやってたよね。ね、したら先生にお姉ちゃん優しいねって褒められてるね。そんな感じでございました。健康診断も行った。そう、今日は1歳6ヶ月健診っていうのに行ってきたんだけど、体重身長などなどを発表していきます。ママ、おお、挟まった。じゃあまずは体重からいきます。体重が 10.6kg、 身長が 80.6cm、胸囲っていう胸の太さが 47.5cm、 頭囲頭囲が 46.2cm でした。はい。栄養状態は良好。はい。目の異常はなし。はい。耳の異常もなし。なしになってるけど、耳の検査はね、特に何もしてない。で、あとは、あと歯の検査もあったけど、虫歯はありませんでした。はい。で、噛み合わせも良い。
歯も綺麗で、その時ギギ重いの持ったりとか、あーそうだよね、ゴーはいい子いい子したりとね。ギギもかなり疲れてたけどね、待ちくたびれてね。あらこれギュッギュッてくっつけてください。全部でね、1時間ぐらいかかったんだよね。うん、これももらった、ね、これは前ハッピーセットでもらったやつ、ね、もらったの、ママの。そうです、ありがとさんって書いてあるね。体の発育曲線っていうやつがあるんだけど、トイレ行きました行きましたね行ったよね。便座冷たかったんだよね、うん、乳児身体発育曲線っていうのがあるんだけど、はいはい、そのだいたいこんぐらい大きくなってたりしたらいいよっていうやつがあって、うん、一個しんどくてねえ乳児身体発育曲線ってやつはもうゴーはど真ん中でしたね。はい、なんか結構最初のね頃はね身長がちょっとちっちゃめだったんだけど、今回はほんとど真ん中、ちょうどちょうどいいと言われました。はい、ゴーさん映ってますかほんとど真ん中だったからね、順調に成長してるそうです。よかったね。で、あのブロックを重ねる検査を最初にやって、その検査はもうなんか3つの四角いブロック、木のブロックをこうやって重ねるんだけど、それはちゃんとできてました。右手左手使って。で、あと何やったっけ、指差し、バナナは何、犬はどれ、車はどれっていうのをやったんだけど、それも指差しもバッチリできてました。うん、これが一番あの大事なの。キキも指差ししたくなっちゃってね。キキも途中で混ざっちゃってたよね。キキも一緒に付き添ってもらったけど、しっかりね、近くで見守って一緒にいてくれたよね。聞こえてる？姉さん助かりました、本当に、ね、ずっとここにカメラずっと撮ってる。じゃあ以上、1歳半検診の動画でした。最後まで見てくれてありがとうございます。最後まで見てくれてありがとうございました。他の子動画も見て